サファイア・プリンセスはアメリカのプリンセス・クルーズ社によって所有運行されている外交クルーズ客船。乗客定員は2670人。同系同時期建造の姉妹船としてダイヤモンド・プリンセスがある。サファイア・プリンセスはプリンセス・クルーズの船としては日本で建造された2隻目のジェム級客船である。姉妹船はダイヤモンド・プリンセスで建造中に 名前が入れ替わった。2004年6月10日にシアトルで命名され、同校で命名された初めてのクルーズ船となった。就航当初はアメリカ西海岸を航行していたが、2014年以降はアジアやオーストラリアニュージーランドを中心とした運航を行っている。2002年10月1日。 三菱重工業長崎造船所内にて造船所2180番線として、偽装工事中のダイヤモンドプリンセスが火災を起こした。施主である P&O に対する納入期限が2003年7月に迫っていたため、造船所で同時に建造していた2番線を、急遽、新、ダイヤモンドプリンセスとして回収し、2004年2月に、当初より7ヶ月遅れながらも納入にこぎつけた。 なお炎上した造船所2180番船は造船所の荒野木工場に移されて、小村部分を完全に撤去し、新、サファイアプリンセスとして回収。2004年5月27日に造船所より P&O に引き渡され、翌6月より運航を開始した。2005年4月8日、アジアクルーズの途上で、長崎港に里帰り機構を果たし、 造船所関係者はじめ地元の歓迎を受けた。なお、引き渡し直後の2004年5月29日、給油などのため横浜港に初入港し、大桟橋に着岸、その最初代、アスカとの並びも実現している。2002年三菱重工業長崎造船所火災に関するカテゴリー。ありがとうございます。